東山急蔵から1910年9月17日は、日本の社会運動家、政治家、沖縄県における海外集団移民事業の主導者として知られ、沖縄海外移民の父と称される。1868年11月9日、平民階級の倒産家の長男として、琉球王国金紛り並里に生まれる。旧座の弟、又助によると、 少年時代の旧座は勉強も運動もできたが、んざりむぬであったという。旧座と同年生である中田徳造の解雇によると、少年時代の旧座は豪気で物事にこだわらない、ワンパク小僧で、他を威圧して、うふやの棒とあだ名されていたという。1882年に、金小学校が創立されると、同級生29名と共に入学。 当時の小学校は4年生であったが、優秀な成績を収めた旧座は2年で卒業が認められた。1884年、小学校を卒業した旧座は沖縄県人場市範学校に入学。在学中に結婚し、長男、久男を設けている。1890年卒業。市範学校を卒業した旧座は羽地人場小学校に赴任。 1893年、自らの母校である、金小学校に転任し、主席教員となる。しかし、本土出身の同僚教員の沖縄人差別に、憤慨し、国神軍長に抗議したが、これも聞き入れられず、1895年、ついに自ら教職を辞した。旧座は、村民の要望を受け、地元、並里の総大に就任した。給料は、 教員時代の14円から4円に激減したが、この時期の旧座は、片頭や恥地など、沖縄古来の習俗の廃止や、観光総裁の簡素化、近小学校振興者建設用地の開墾などに、熱心に取り組んだ。村民の中には、旧座の大胆な改革姿勢に反発し、中傷したり暴行を加えたりするものもあったという。旧座は、その後、壮大も辞し、 一人で山にこもり成功をうどくの生活にふけった。後に、旧座の名優となる、平信介は、中学在学中の1896年秋頃から、高知山に干挙する旧座を、足しげく訪ねたと語っている。1898年、旧座は友人を頼って上京した。東京では適当な仕事につけず、その日暮らしの生活を送っていたが、高学心は忘れなかった。 ある日、旧座は古本屋で、植民論という一冊の書籍に出会った。この本を読んだ旧座は、当時の沖縄が直面していた、食料問題、人口問題解決のためには、海外移民事業が必要であるとの確信に至った。また、状況中に、田中正造の知遇を得た旧座は、日本本土では、すでに始まっていたハワイ移民に関する手術の情報を、田中から得ていたという。 状況中に、沖縄出身の社会運動家、ジャハナ・ノボルと知り合い、一気投合。二人は同志を募り、政治結社、沖縄クラブを結成した。キューザは1899年3月、ジャハナと共に帰京。沖縄クラブの帰還し、沖縄持論の発行に携わり、奈良原茂知事の県政運営に批判的な論人を、張った。しかし、やがてキューザの情熱は、 かねてからの関心事であった海外移民事業に向けられていった。沖縄クラブは1900年の沖縄県農耕銀行役員改選で奈良原知事派に惨敗して以降急速に衰退していった。海外移民事業を実現するため、旧座は熊本県の移民会社と連絡を取った。移民会社によれば海外移民事業を実施するには沖縄県知事の許可が必要だった。 九座は、早速、奈良原知事に会い、海外移民事業の許可を懇願した。再三の要請にもかかわらず、奈良原は初はめ九座の願いを聞き入れなかった。しかし、九座の粘り強い交渉の結果、奈良原は、海外移民事業の実施を条件付きで許可した。ついに1899年12月5日、沖縄発の海外移民30名を、 那覇港からハワイに送り出すことに成功した。キューザは、1903年の第2回ハワイ移民団に、自らも同行し、ハワイ島、オアフ島で6ヶ月滞在して、現地視察を行った。1904年には事業を拡大し、フィリピンへの移民も手掛けるようになった。移民事業で莫大な収入を得たキューザは、那覇市松山の一角に皇帝を構えたという。1908年、 日米紳士協定が締結され、日本からのハワイ移民が事実上禁止されるようになった。移民事業が立ち行かなくなった旧座は、酒造業兼用トン業に転業した。1909年、沖縄県で初めて行われた県議会議員の選挙に国神軍から立候補し、トップ統制を果たす。ところが、この頃から病気がちになり、1910年9月17日、 当時事業所を置いていたヨナバルで死去した。去年43、葬儀は、故郷の金村で執り行われた。1931年、在米移民らの寄付金により、金、村役場裏手の丘に銅像が混流された。しかし、銅像は1944年の金属類、回収令により撤去された。戦後もしばらくは、台座だけが残された状態になっていたが、 1961年に新たに銅像が混流され、現在に至っている。旧座の銅像は沖縄県人ハワイ移民90周年を記念して、1990年にオアフ島のハワイ沖縄センターにも混流されている。2000年には同センター敷地内に近朝ハワイ移住100周年を記念した石碑が混流された。旧座が1903年の第2回。 ハワイ移民出発に際して読んだ段が、異在館我らの家は五大集誠一つの金、世界遺跡が刻まれている。同じ石碑は、緊張立図書館敷地内にも混流された。旧座の聖火跡には、東山旧座聖誕の地石踏みがある。1961年には、第一回金村移民祭りが開催され、プログラムの一環として、東山旧座、大秋らしきが行われた。 1973年には、並佐区の主催で、第一回東山急座祭りが開催されている。東山急造王明らしきは、現在も近朝祭りのプログラムの一環として行われている。近小学校校歌の歌詞に、我らの家は世界ぞと、東海を指す東山沖縄の一節がある。金竹中学校校歌には、急座が読んだ句の一節、我らの家はゴーオスが引用されている。 ありがとうございます。